こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はツアイスウィークの中で、今回このクラシックタイプの外観を持つ ZM のシリーズですね、これをキャノン R の5につけて撮ってみようということで、まあいろいろこの企画中もやってたんですが、今回は焦点距離が長い方から4つですね。まずこれがテレテッサーの 85mm の F4。 これね、見た目まあ 85mm の望遠ということなんですけども、細長い印象ですね。開放値が F4 ということで決して明るくはないんですけども、その代わりすごく軽くって、これ軽さがですね 310g ということで、すごく軽いレンズですね。これが、86,000円、メーカー希望小売価格ということで、その隣にあるのが、あ、これ順番間違えましたね。望遠順から並べようと思ったんだ。こちらがゾナーの、50mm の 1.5 ということで、これが105,000円のレンズということでね、まあ、50mm の 1.5 というのは伝統的なところだと思うんですけども、ただね、一眼レフ用の 50mm の 1.4 に比べればすごく小さくて軽いということが分かりますね。これは、重さの方は 250g、 やっぱり軽いですね。もともとライカ M 用レンジファインダー用のレンズということで、まあ、マウントアダプターを返せば今ミラーレスのフルサイズのカメラもちろん使えます。もともとフルサイズ用に、フルサイズフィルムカメラはフルサイズですからね、それ用に開発されているわけなんで、ちょうどあのこのコンパクトサイズでも使えるということですね。そしてこのシリーズの中では比較的大きなレンズということで、これはディスタゴンの 35mm の F1.4。 これはですね、ZM のシリーズの中では比較的値段が高めで、218,000円という値段がついています。重さの方はこれ持った感じ結構ずっしりしてるんですが、 381g、 まあやっぱりね、一眼レフ用のレンズに比べれば相当軽いということになりますね。そしてこちらが 28mm の F2.8 ということで、95,000円のビオゴンのレンズです。で、こちらは 220g ということで、ま、いずれもあの 85mm から長い方から85、50、35、28という風に用意したわけですが、実際は 50mm と 35mm は F 値違いでいろんなレンズのバリエーションがありますので、もっとバリエーションたくさんあるというところです。で、ワイド側はあとは 25mm と 21mm がありますが、今回はこの4本で最短撮影距離時の近接の時の拡大サイズと、そして背景のボケ見というのをこのキヤノンの EOS R5 でチェックしていこうと思います。今このスタジオの片隅でこのマシューズのこのライトスタンド、センチュリースタンドを被写体として、後ろにセンチュリースタンドの足のこの光っている部分がたくさんありますから、これをボケとして表現しようということでカメラを構えているところですね。今 EOS R5 につけているのがテレテッサーの 85mm ということで、 85mm の F4 ですね。 F4 の開放値ということであんまりボケないんではないかなということで、まあ、今回ツアイスウィークでね、人物撮影の方にお勧めしてみてもあまりピンとこないという人がいて、まあ、1.4 の方がいいという方の方が多いかもしれないんですけど、ただこのコンパクトサイズで 85mm というところはなかなか楽しんではないでしょうか。最短撮影距離がですね、90センチということで、まあ、一眼レフ用のレンズよりかはやや遠いかなというところですが、ただ85mm で90センチ、一眼レフ用のレンズで考えれば、焦点距離の10倍が最短撮影距離と考えれば、だいたい焦点距離の10倍通りに近いと思います。今、ピント合わせは、こうやって2回、これを、これでね、これを、はい。このように今、スタジオと書いてるところにピントが合ってるのがわかると思います。これで撮ってみます。はい。今、これが、最短撮影距離 0.9 センチ、EOS R5 での動画ですね。ピント送りをだんだんしていって、奥のボケのところにピントを合わせていこうとすると、こういう形で、前ボケが発生しますね。こういった感じです。やっぱりね、このピント合わせのスムーズさ、適度なトルク感というところが動画撮影にも向いてるんではないでしょうか。
次のレンズが、これはゾナーの 50mm の 1.5 ですね。最短撮影距離は先ほどと同じ 0.9m90cm ということで、やはり、まあ、ミラーレスでオレンジファインダー用のレンズということで、結構最短撮影距離は遠めといった感じです。ピント合わせを今正確にしようとしてまして、こういった感じで、ピントをあらかじめ、はい。ね、拡大するとすごく合わせやすいですよね。こういった具合で合わせてみます。これで、あとは動画のモードにして撮影ということですね。これが EOS R5 でのゾナー 50mm1.5 の動画です。後ろのボケの部分ですね、結構綺麗にボケていることがわかるかと思います。これが F1.5 の威力といったところでしょうか。ただ最短撮影距離は先ほどの 85mm の F4 に比べて変わらないということで、そのまま像の大きさが小さくなっているといった感じです。ここから後ろの足のところにピントを送っていきます。金属の鏡頭でトルク感があってということですね。非常にピント合わせをスムースにやりやすいというところもポイントですね。はい、今これで後ろの足にピントが来ているといった感じではないでしょうか。こういった感じで動画表現をするのも楽しんではないかなというレンズです。次にこのレンズがディスタゴンの 35mmF1.4 ということで、最短撮影距離は先ほどよりも近くって 0.7m70cm ということですね。ただ 35mm で 70cm ということで、像の大きさ自体はあまり大きくないという感じはします。こういった感じの画面になりました。先ほどよりカメラ位置を多少前にして今ピント合わせをしたところなんですが、はい、拡大画面で見ますと、こういった具合で今ピント合わせができているというところですね。今この状態から動画で撮影をしていきます。これが EOS R5 でのディスタゴン 35mm の 1.4 での動画です。今最短撮影距離の 70cm、ここから後ろのライトスタンドの足のところにピントを送っていきます。35mm ということもあって F1.4 の大口径なんですが、もちろん 50mm よりかはボケの量は小さいんではないかなという感じですね。はい、今これで後ろの足にだいたいピントが来たかなといった感じです。ここからまた戻していきます。フォーカスリングの回転角も結構大きくって、ピント合わせは、まあ、この近接域では大きいんですね、やりやすいというところではないでしょうか。最後にこれがビオゴンの 28mm の F2.8、 最短撮影距離は 0.5m50cm ということですね。これを EOS R5 に取り付けて動画を撮影しようということで、今これはピント合わせをするために拡大画面にしているといった状態ですね。はい、だいたい今当たり止まりの 50cm のところでピントが来ているといった状態ですね。全体の画角はこういった感じで、先ほどよりもかなり広く映っているということがわかります。はい、これが今 EOS R5 でのビオゴン 28mmF2.8 の動画です。後ろのボケになっているセンチュリースタンドの足のところにピントを送っていきます。これも同じく滑らかなピントリングの回転感ということで、今後ろにピントが来ましたけども、非常にスムースに動かすことができます。もう一辺近くの、このマッシューズの文字のところにピントを持っていきます。まあ、今回4本試してみて、いずれも動画撮影でもね、このピントリングの回転感をうまく使えるんではないかなという感じがいたしました。